はい、こんにちは、文豪です。今日の筆記具はジェットストリーム101というモデルです。これなんですけれども、海外モデルで日本では売ってないやつですね。で、香港に行った時かなに買ってきたやつなんですけれども、まあこんな感じですね。パチッというやつなんですけれども、日本でジェットストリームって言ったら基本的には全部ノックか回転繰り出しじゃないのかなっていう感じなんですけども、日本ってキャップ式のボールペンってあんま売れないってよく言いますよね。なんで、こういうのそもそも品揃えされてなかったり、ジェットストリームも海外の方がちょっと早いんじゃなかったっけな。なんで日本で発売されるよりも前にキャップ式で海外で出て、ノックが出てから日本みたいな感じで、大体1年ぐらいラグがあったりするんですよね。そんなのもあったりするので、まあ、日本だと普通はノックなんですけど、で、まあ、ブレンの話とかよくするときにブレがどうのって話とかあるんですけど、そもそもキャップ式ってあんまブレないので、ノックの機構が入ってるからブレるっていうところもあったりするんで、まあ、これちょっといいですよねっていう感じです。まあ、外観的にはですね、これがまたかっこいいんですよ。ちょっと外れちゃった。このキャップがですね、まあ、こんな形なんですけれども、なんか日本のとはまた違う、形で、割とね、そのシンプルなんですよね。日本のやつって割といろんな、デコボコがあったりするんですけど、シンプルだし、側面もですね、これはユニボールシリーズでよくあるタイプの、側面にこの細長い窓が開いていて中が見えるタイプなんですけど、これもね、一応ね、透かしてみるとインクがどこまで入ってるかっていうのが大体見えるようになってるんですよ。ちょっと今この角度だと見えづらいですけれども、中一応見えるようになってますよという感じですね。でまあちょっとね、ブルーとかだとここら辺透明になってたりとかして、なかなか可愛い感じですね。レッドもかっこいいですよということでですね、これはかっこいいから買ってきたっていうのもあるんですけれども、やっぱね、キャップ式の書き心地の良さもあったりするので、今日はそれを書いていきたいなというふうに思います。はい、ということで、まあ、いつもの、ロゴとかからいきたいなと。なんかね、あれなんですよ、海外行った時に日本の筆記具の海外モデルとかが、いや、妙にね、よく見えたりするんですよね。でそれを買ってきたりとかすると、まあ、海外の、まあ、一緒にね、同行してくれると、現地の人だったりとか、あとは、まあ、そこのね、人で、日本人ですっていう感じで行くじゃないですか。そうすると、なんだお前、日本人なのに、日本の筆記具も買ってくのか、みたいな感じになるんですよね。もちろん、なんか、現地の筆記具とかもね、興味深いんで買うんですけれども、日本の筆記具をそういうところで買ったりとか、まあ、文房具を買ったりとかして、海外仕様が面白いとかって買ってるとですね、まあ、結構向こうの人からしてみたら、なんでこんなわざわざこっちまで来てそんなもん買うんだっていう感じがあったりしますけれども、いやいや、日本だとこれ売ってないんだよねみたいな話をちょっとだけしたりするんですけども、へえ、そんなもんなのみたいな。であんまりあれですよね、理解されにくいタイプの感じですけども。ということで、早速、ロゴからいきたいなと思います。これがやっぱりね、僕は割とそのキャップ式の筆記具が好きなんですよね。ボールペンに関しては結構日本人はあんまり許容しないということで、ね、ユニボールの B の字がね、ここに大きな、丸が入ってるんだよね。なんかね、ここだけなんかかっこいいんだか悪いんだかって感じなんですけどね。バランスがね、不思議なんですよ。ユニは割と四角く、なんか、要はなんか幾何学的にこう、なんていうの、コンパスと定規で描けそうな
感じなのに、 B と A がユニボールの B と A っていうのはなぜか、ちょっと不思議なバランスなんですよね。下がやっぱ下敷きがあると安心感はあるんですけども、ちょっとやっぱりあれなんですよね、硬いので、下に何枚か紙を入れようかな。よいしょ。ここら辺はね、好みの問題だと思うんですけども、ボールペンで書くときに下が硬すぎるとあんまり僕はこう快適に書けないというか、滑りすぎる、まあ、あ、そう、ジェットストリームだしね、これはね、筆圧がね、本当に書けなくても結構すごい綺麗に滑る筆記具なんだよね。なので僕あれですね、何でしたっけ、郵便局とかね、ああいうところでなぜかガラスの板引いてるとこあるじゃないですか。あの塩ビのデスクマット系のところとガラスの板系のところがあって、俺あれだったんですよね、定期券を昔買いに行っていた、時にですね、そこのなんか定期券の申し込みのところがいつもあれだったんですよね、ガラスで、でそこでね申し込み用紙を書くんですけど、どうしてもうまく書けない感じでですね、あれは嫌いだったな。いや、なんかシート系って話なんですけどね、でもなんかわざわざそこでなんか下敷き的なものをカバンから出してみたいなのもちょっとあれだしと思って、そのままで書くんですけど、書くと大体上手に書けないっていう。はい、みたいな感じです。まあ普通に書きやすいですよ。で、海外モデルなので海外のページでも見ながらいこうかなと思います。おい、よいしょ。アーカイバルクオリティ、おっと、ペンのイラスト描くのを忘れてたのでそれを先に描こうかな。これ結構前と後ろと両方に特徴があるので
どうやって書こうかな。これがかっこいいんですよね、ここが。でもなんかジェットストリームと言ってもなんか全然別物感がありますね。これは普通にこうやってイラストとか描くんだったらこっちの方がむしろいいかなぐらいの感じですけど、よいしょ、外れてた、もしかして。あれ？ここ1個開けて2行の1個開け、あれ？なんか行の取り方がおかしいな。まあいいや。
信じられないぐらいスムースっていうね。まあ、こんな感じでブルーとかも書いておきましょう。まあ、イラストブルーとかだと書けばよかったですね。はい、お、なんかすごい書きづらいところになっちゃった。ここで、ストリーム、他も言っておきましょう。まあ、なんかちょっと慣れてくると楽な感じかな。今日なんか撮るの下手くそかな。また書くのもちょっと下手くそかな。決して書きにくくはないですよ。すごい。いい感じというか、むしろジェットストリーム俺こっちの方が好きかもっていう感じですね。なんか開業位置が今回はすごい悪いし、
陽気かと。っていうことで、うん、今日はちょっとなんか書くのが下手くそだっただけで、ペンはすごく良かったです。まあこういう日もあるな。なんかね、よいしょ。あ、でもね、なんか、そうそう、ブレないペンがいい人っていうのはやっぱりね、こういうキャップ式はいいなと思うんですけど、残念ながら日本では。発売されてないっていうところもあったりするんで、まあおすすめしますよって軽く言えないんですけれどもね、そこら辺がちょっと残念ですけど、まあなんかこれブルーにして、ね、なんか書いてからいろいろと色とかつけてあげるとそれっぽくなったりしていいかもしれません。はい、ということで今日はこんな感じでした。はい、よいしょ、こんな感じのノートになりましたけれども、イラストがちょっとやっぱ形取るのが今日は下手くそでしたね。ということで、こんな感じですというとこですね。ジェットストリーム101ということで、まあこんな感じのになってますが、そうですね、よいしょ、まあボディそのものもね、すごい僕は大好きな形なので、もうなんか割と気に入ってますけどもね、こんな感じ、あ、方向したらいいのか、はい、ということで、まあなんかよいしょ、そうそうそう、プリントアウトしたのなんとなく見ながらね書いておりましたよという感じです。よいしょ、はい、こんな感じの今日は、ジェットストリーム101でした。